はいどうも、聞こえる？聞こえる？ごめんね、なんか放送切れちゃった。なんかね、変な映像撮れてるんですよ。これちょっとすごいことになるかも、ちょっとすごいことになるかもしんない。寒くはないね。静岡は寒くない、全然。そこは不思議だよな。なんかね、変な映像が撮れてて、ちょっと頑張ってみれば。あ、いいよいいよ、 LINE 全然いいよ、全然。ただ電話かけちゃうと放送あれだから、 LINE したよって、あのメールで。なんか変な映像撮れてんな。なんだこれ、なんかすげえ不思議な映像撮れてる。これ面白くなるかもしれない。ちょっと1時間ここで撮影します。なんかね、変、すげえ変わった映像が撮れてる。面白いな、これ。これね、ちょっと静岡全然関係ないんだけど、これはちょっと面白い映像だな。なんか本当に現代アートみたいな、現代アートみたいな絵が撮れてて、これ綺麗だよ、すごい。不思議な絵が撮れてる。なんだこれ。ちょっとこれ象徴的な作品になるかもしれない。すごい絵が撮れてる、すごい絵が撮れてる。ふう、テルじゃねえわ。なんかね、変な、すごい絵が撮れてるよ。変、ちょっとやばいかもしんないね。ちょっと1時間撮らせて、ここで。でもう静岡の方行って満喫で今日泊まって寝るか、ラブホに泊まって寝るかちょっと分かんないけど、すげえ面白いこれ。幻想的っていうのかな、なんか不思議な、不思議な作品だね。静岡全然あったかいじゃん。シャッター切り始めた。いや、来てよかったかな。なんか静岡っていうよりも、なんか自分の作品としてすごい面白いもんが撮れてるからよかったな。見たことない映像が撮れてるね。面白いよ。変な、変な映像。これ多分誰も撮らないだろうなっていう。なんでこんなん撮ったんみたいな。っていうかどうやって撮ったんみたいな変な映画撮れてんだよね。なんだろうこれ。すげえ面白い。あー、これや
ばいかも。これちょっとやばいかも、みんな。俺も好き、シャッターの音カシャってね。あ、これやばいのが撮れるな。これやばいかも、来たかもしんない。これ来たかもしんない。いいね、ありがとう。いいね、ありがとう。これちょっとやばいかもしんないな。なんか幻想的。なんか変な映像撮れてるよ。あのね、まだ最新バージョンがえぐい。最新バージョンね、あの超綺麗なのが撮れてるから、まだアップしてないんだけど、最新バージョンも期待してて。月の都さん、あれ良かったでしょ。あの人が歩いてるやつでしょ、ツイッターの。今ね、なんか変な神様が降りてきた、また動画の神様が。いや、面白いよこれ多分。何この映像、ちょっと待って、これマジでやばいかもしんない。何これ、神がかってるかも。ちょっと待ってね。え、何これ、うわやば、うわやばいやばいやばい、これ降りてきてるわ。うわ超すげえ。あのね、要は失敗から成功が生まれるパターンだわ。写真家が絶対このシャッター切らない。勝った、とんでもねえ映像撮れてるわ。うわ勝ったわ。あのね、普通の写真家の概念だったらこれ切り取らないのが、粘った甲斐あったわ。すごいもん撮れてる今。勝った、逆転の発想、何もないところに何かを見つけた。ビビるよこれ。俺は好き。うお、芸術的、やば、これ面白い。いや、あのね、要は普通テストシャッターで切ったんだけど、あれってなったの。要は何も写ってないの、簡単に言うと簡単に言うと失敗した写真なんだけど、そっから頭の中で計算したの、あれこれもしかしたらこう動くんじゃねえみたいな。すっごいの撮れてる。見たことない映像が撮れてる。俺マジでこれ見たことないもん、 PV とかミュージックビデオとかでも。いや普通撮らないわ。ああ、ビビるよこれ多分見たら。あ、これ楽しみだな。ちょっと1時間粘ろうここで。本当に変なの撮れてるから、え、何これっていう。うん、これ1時間粘る甲斐がある。
これはすごいの取れてるな。面白いな映像って。何もなかったからこそこれが撮れてるって感じだね。わからないね、アイディアは。だからうんこのおかげだと思ってるね俺は。うんこ、うんこがもたらした芸術作品ですよこれは。うんこの神様が俺にうんこの神様からのプレゼントだと思う。うん神様からの。これ面白い。うんこのうんだね。1時間取るから1時間半取ろうか。あ、余裕持ってどれくらいだろう。1時間20分かな。どうだろう。どれくらい取ればいいんだろう。今日はこれでいいや。今日はこれ多分自分の結構面白い自分にしかない作品になるから、あとはどうしようかな。明日だね。明日何を撮るかと今日どこに泊まるのかだな。今日どこに泊まって充電ができないとダメなんじゃん。そうだ忘れてた。充電できないとあのダメじゃん。なんだこの作品。変なの。本当に変な作品だよ。変としか言いようがないね。あ、これすごい。これはすごい。この発想はなかった。面白いな。面白い。何にもないところに何か綺麗なものがあったりするんだよ。パーカーだけ、パーカーだけ着てる。パーカーで寒くないね。東京の方が全然寒い。だちょっと肌寒くなってきたね、さすがに。ちょい寒いなぐらいで、寒い寒いみたいな感じじゃない。新宿の方が3度ぐらい低い、3、4度低いね。あったかいよ、今日。海沿いなのにこんなあったかいんだね。風あるね、少しだけある。大丈夫だよ。来るのかな、ゆうあちゃんは来るのかな、結局。うん。ゆうあちゃん来るのかな。原付で走ってんのかな、ビーンっつって。嬉しいね。
イデアだな。なんかすげえの撮れてるよ。これがね一個撮りたい絵があって、もうあとね10分ぐらいしたらとんでもない映像撮れると俺は思ってんだよね。はいよ、はいよ。あの公園にいるから、公園のあの鉄塔にいる。鉄塔っていうのかな、なんつうんだろうこれ、広場、まあ、公園にいるよ。まあ公園小さいからすぐ分かるよ、誰もいないし。あったかい格好してくんだよ。寒い。はいはい。来た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 、待ってたやつ来た、待ってたやつ来たよ。リアド作るって、なんかあのせっかく来てくれたから挨拶だけって、明日仕事だからすぐ帰るって、だから一瞬だけ挨拶するだけだけど嬉しいよやっぱ。まあ、ツーショット写真とか撮って終わりだと思う。うん。うわ、えぐい写真撮れてるわ。うわ、これはえぐい。これはえぐい。これえぐいよ、多分。うわ、えぐい。うわ、えぐい、えぐい。えぐいの撮れてる。寒い。多分1時間ぐらいしたら俺移動しちゃうから、ちょうどいいかもしんないね。ちょうどいいかもしんない。まあえぐいわこれ。あ、いいなあ、いいな、いいな、おい、いいの撮れてるよ。いや露出オーバーなんだよね、簡単に言ったら。面白い写真撮れてんな。ちょっと寒いな。ちょっと寒くなってきたね。ちょっと寒くなってきたな。明日はね、下田の方に行こうかなとか俺は思ってるけど、下田っていうあの竜宮窟っていうところで写真撮りたいかな。これはあー、こうなるんだ。竜宮窟で調べてみて、あ、寒くなってきたな、寒くなってきたわ、舐めてたわ、やばいやばい。まあ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 、うん、富士宮、そば、焼きそば、おでん、焼き鳥、ビールが美味しかったね、富士宮のビールがすげえうまかった。二重になってるんだ。要はね、これ奇跡だわ。低い雲と高い雲のコントラストなんだ。す
すげえ奇跡だわ。やっと意味が分かった。いやね、雲が二重にかかってるんだわ今日。だからとんでもない綺麗な映像。うん、ねえ、でもほら俺坂もペコもいるから、のんちゃんもいるし、待ってる人がいるからね。寒い。いや寒いな。寒い。ああ、鼻水出るわ。写真何枚ぐらい今撮った切ってんだろう。ちょうど30分経たないぐらいだから100枚切れてたらいいんだよな。100枚切れてるちょうどいい計算だな。100枚切れてるってことは25フレームで4秒か。4秒か。なるほど。もう一回撮り直そうかな。4秒か。もう一回撮り直そうかな。ちょっともう一回撮り直すわ。もう一回撮り直します。こっから1時間にするわ。こっからちょっとやり直し。あー、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、全然普通だよそれが。そりゃそうでしょ。そりゃそうだよ。そりゃそうだ。いいよいいよ、全然気にしないで。そりゃそうだ。
それで行くか。ちょっと待ってね。アホかよって言われた。これが普通だよ。うんこ解決したから俺は大丈夫だね。うんこ解決したから大丈夫だよ。40分だから1時間10分。あ、どっか適当に戻るよ。歩いて駅の方に止めてくれんの、マスさん。寒い。40分。ちょっと待ってね。40分。42ねえ、42分。嫌ならいいや。だから1時間70分で終わりだな。70分。明日仕事か。70分だな。70分まで撮るわ俺。70分って覚えといてみんな。70分って。70分。あ、いいよ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 。彼氏大事にしない。そんなんで喧嘩したら嫌だから。大丈夫だよ、ネットでいつでも会えんだから。彼氏がまともだよ。いいのいいのいいの。彼氏大事にしなさい。そんな大丈夫だから、別にいつも顔見てんだから。ここに映ってる寄り目のおっさんがいるだけだから大丈夫だよ。ありがとね、ありがとね。いいよゆうやさん。どう考えても彼氏が言ってる方がまともでしょ。うんうん、ありがとう。気持ちだけ普通にコメント書いてくれていいから。こんな寒い中原付飛ばして会いに行くっておかしいでしょ。ありがとう。これうまくいってるといいな。あ、星も出てきたな。あ、オリオン座だ。オリオン座がゆっくり回ってる。あ、オリオン座だ。いいね、オリオン座だよ。うわー、いい絵だなおい。動画にするよ。タイムラプスっていうのを俺作ってるから、俺のツイッターのトップページ見てみて、マスさん。そうしたらね、俺が今何やってるか分かる。作品何個か上げてる。ツイッターのトップの動画。バカありがとう、バカありがとう。延長代にします。いやこれえぐいな。ちょっとなんか自分の作家性みたいなものが出たかもしんない。こう今回最近ね調子いいんだよね。何が撮りたいのか、何をしたいのか、だんだん分かってきたんだよね。
ありがとう谷さん。医師の調子どう最近？ていうか寒くなってきたな。寒くなってきた。最近調子いいんだよな。あー面白いな。こういう風になるんだ。あー面白い。泣いてた。なんでなんでなんで泣いてたの。何それどういうこと。なんで泣いた。泣かしたんでしょ。何泣いてた人間やめたいって言ってた。なんで泣いたんだあいつ。俺のツイッターだよ。俺のツイッター、俺のツイッターのトップ、固定に貼ってあるやつ。俺のツイッターリンク貼ってあるじゃん。ワド監督っていうアカウント、ツイッターで見つからない。ツイッターいや、これやべえな。寒くなってきたな。やばいな、これ。えぐい寒くなってきた。さすがにね、2時間ぐらい外にいたらダメだね。ツイッター見つけたらトップにさ、人が歩いてる影の動画見つからなかった？一番上に貼ってあるやつだけど。てん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 て。あー、来たか。働いてねえからだって言っといて。月明かりが反射すると明るくなるんだ。面白い。低い雲の月は少ない。雲は透けて、遠い雲は被るんだ。うわ、面白いな。うん。よくわからん。まあよくわからんって言われてもよくわからんけど、よくわかる動画なのかよくわかんない動画なのかわかんないけど、あれを今撮ってるってことね。
雲、低い雲がかかるとこうなるんだ。いや、タイムラプスを今撮ってんだよ。いや、あのツイッターに上げてんのがタイムラプスだよ。あ、まあ YouTube のタイムラプスもそうだし、今要はタイムラプス撮ってるってことね。でも今諦めちゃったら使い物になんなくなるから、いい絵が撮れてるうちは寒いぐらいがちょうどいいんだよ。寒くていいんだよ。いい絵が撮れれば何でもいいの。シャッター切ってる時は幸せなんだよね。そう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 。例えばさ、スキープ、うん、嬉しいよ。その気持ちが嬉しい。ありがとう、本当にありがとう、ありがとう。いいんだよ、いい彼氏じゃん。俺の今日撮った映像を見てくれて、ああ、こういうの撮ってたんだなって想像してくれればそれでいい。綺麗だなって。ね、ネットで毎日会えるわけだから。今何分撮った？20分、10分、6、シャッタースピード6、40分で15秒、10秒ぐらいの尺度もいいか。40分だから30分、うん、あと15分じゃない、19分ぐらい撮っていいかもしれない。そんなに長尺で使える絵じゃない。絶対見て。 YouTube もチャンネル登録してね。 YouTube の方が高画質だから、あの携帯で見るにしても何にしても YouTube の方が画質が綺麗の。 Twitter はダメ。 Twitter はお話にならない。
だ雰囲気お手軽なのはツイッターなんだけど、映像を楽しむんだったら YouTube の方がいい。うん、 YouTube 登録してチャンネル。 YouTube はね、あの画面引き伸ばしても綺麗に見れるから。あ、サムタンニンニクくせえな。なんかね、静岡って感じじゃないけど、なんか、あ、寒いな今日。なんかすごいね、幻想的な絵が撮れてる。本当に幻想的な、 PV とかに使えそうな。それこそうん、超寒になってきた。急に冷え込んだ。やばい、急に寒くなった。まああと30分ぐらいだから死にやしないと思うけど、お風呂入りて。お風呂と充電だな。ああねえ、わかんない、満喫だから油分でないかもしんないよ。ああまあラブホ5000円ぐらいだったらラブホに泊まっちゃってもいいんだけどね。いやー、映像は面白いな。目で見てるものとカメラの設定を変えて撮るものって全然違うんだよ。うん、了解了解了解。うん、ラブホで安いところ見つけたらラブホに泊まるかもしんない。ちょっととりあえずシャッター切ることに夢中だから、ちょっと20分間これ終わったから考えるよ。まあどっかしらあるでしょ。どっかしら何かしらあると思うよ。あ、明日は温泉街、花火上がったら温泉泊まるか。明日、最近花火上がんねえかんな。明日ちょっとバンバン花火上がったらちょっと泊まろうかな。なんか温泉街があるらしいから、下田の方に。で誰もいない夜中に、あの竜宮窟っていうところを撮ってみたい。明け方、夜中から明け方だから、最終電車でその竜宮窟に向かうと思う明日は。で朝までいると思う。まあ帰りはね、なんか車がないときついところらしいけど、まあ何かしらうまくいくっしょ。まあ木の実木のままだから。寒い、サムタン、サムタンだよ。ボイスいらっしゃいだね、そういえば。めっちゃサムタンだよ。うお、えぐい、えぐいの取れてるよ、えぐいの取れてる、えぐいなこれ。これはえぐい、これはえぐいの撮れてる。
構いいの撮れてるよ。あ、終わりかな。雲が完全にかかった。終わりかな、これで。どうだろう、もうちょい粘って撮るか。うん、でもね、15秒も尺いらないなとは思ってたから、これで終わりでもいいかもな。見てみる、ちょっとテスト見たいかい。今見る、もういいかな。あ、開けてきた。ちょっと待って、今ね雲行きまた変わってきて月が出てきた。もうちょい待って。だからね、悪くなったり良くなったりね、もう2秒先の未来わかんないから、また雲模様変わってきたな。でもね、すっごい面白い映像撮れてる。見たい。いいや、これで終わりにしよう。ちょっと待って。うん、これでいいや。これでいいや。すげーの撮れてるよ。すっごいの撮れてる。うん、これで終わりでいいや。もう一個撮りたいんだけど、もういいや。ちょっと今見せるね。今撮ったのこれですね。よいしょ。ラジオを動画にして。今撮ったのはね、こんな感じの絵。すごいでしょ。意味が分かん、あ、おでんが出た。こんな感じです。うー、すごくない？わけわかんないでしょ。ほら、こんな感じ。わけわかんないでしょ。夜空の月なんだけど、すごいでしょ。すごい、わけわかんないでしょ。芸術的でしょ、ちょっと。うん、いいよね。別に、すごいでしょ。うおーってこう巻き込んでいくような美しさがあるでしょ。すごいでしょ。すごいでしょ。別に静岡じゃなくても撮れるんだけど、まあまあなんか良かったかな。なんかこの瞬あるね、躍動感あって。イメージ動画だけど見たことないよね、なんかね。じゃあこの9分で終わりにするわ俺。なんかこう、なんか見たことなくない、この映像。だからなんだろう、静岡っぽくはないかもしんないけど、あー、そうそうそう、そういうオープニングとかに使う動画かも。確かに、うん、ちょっとごめん、もう一個撮りたくなっちゃった俺。もう一個撮っていい？いや、もう一個撮りたくなっちゃった。また浮かんじゃったよおい。やば、もう一個撮りたくなった。うわ、マジか。あのね、もう一個撮る。え、ワド先生って何？やめられねえ。うわ、どうしよう、もう一個撮りたくなっちゃったよ。うわ、いい絵見つけちゃったよ。あー、これいいな。うわ、見つけちゃったよ。くそ。うわ、どうしよう。うわ、どうしよう。もう今日これで撤退したいんだけど、どうしよう。撮りたくなっちゃった。すごい絵が見つかっちゃった。なんで気づかなかったんだろう。うん、どうしよっかな。マジで迷う。
どう思う？粘るべきか、粘るべきか、帰るべきか。うわ、超いい絵じゃんこれ。どう思う？粘るか。うわ、ここはこれどうしよっかな。どう思う？みんな、もうちょっと粘るか帰るか。シャッタースピード速くして、マジでとんでもない絵見つけちゃったよ俺。ちょっと待ってね。あ、これはやばい。これはやばいな。いや、寒いんだよね。今やるべきだよね。じゃあちょっと寒いけど、うわやっば、これこれはヤバタン、これはヤバタンだわ、これヤバタンだわ。あ、これトロ、寒い寒いだ。いや無理。いや無理だよ、ゆうあさん寒いよ。でもね、一つだけ言っていい？でもやるんだよ、うん、そうそう、いやそれがね、最近よっしゃ撮るか、寒い、いやここだわ、これ絶対撮らなきゃダメだ、絶対後悔する。うわうわうわ、やばい、えぐい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 。あ、撮らなきゃ撮らなきゃ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。これはえぐい、これはえぐい、これはえぐい。ちょっと延長します。ハト、ありがとう。寒い、ちょっと待ってね、寒い。寒い、あれ、えぐいよ。音聞こえる？あ、あ、あれ？電波なくなったここ。あ、あ、テーステーステース、あ、あ、パフェありがとう。いや、これえぐいの取れてるからちょっと粘るわ。えぐい、聞こえてる？超寒いけど、聞こえてる？超寒いけど、ちょっと今ラプスの計算するわ。これはここでしか取れないわ、誰もいないチャンス。よーし、俺にしか撮れない、俺のための映像だからな。これ感動するわ。ここで OK か。え、外の音ビク？あ、あ、テイスです。え、なになに、充電はあと何パー、充電 59%、 シャッタースピードが、うわ、え、使えねえか。急上げっか、急上げたくねえな。どうしよう、急上げたくないんだよな。いや、えぐい、いい絵が撮れるよこれ。ただ10秒だから1時間か、1時間ここで粘るか。いや、1時間粘んない、5秒ちょっと撮ってみっか。寒いけどやるしかねえな、これは。めっちゃ寒いけどやるしかねえ。
こんばんは。ない。聞こえる？声聞こえてる？ちょっとね、移動したから電波ずれたかもしんない。聞こえてる？ちょっとね、移動したから電波ないかどうか不安だったんだけど、待ってね。いや、あのね、今俺が撮影してる手法ってビタ一文俺が動けないの。俺が動きが取れないのよ。要はシャッターを切り続けないといけないの。マジか、いいね。1時間6分動けません。僕は1時間6分こっからビタ一文も動けません。寒い、寒い。ただ地元の人はこれ絶対感動すると思う。いや大丈夫大丈夫、1時間ここで、うん、寒い。ありがとうありがとう、大丈夫だから。もうね、撮りたい絵が撮れてるのが幸せでしょうがないのよ。うふふふ、えっぐいの撮れてるよ。えっぐいの撮れてる。書いてるでしょ。大浜公園。いや、おー、これはえっぐいな。これは大浜公園聖地になると思うよ多分。うわえぐい。ただちょっと作戦変更、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。これはえぐいの撮れてる、えぐいの撮れてるよ。うん、どっちがいいかな。迷うな。どっちで行こうかな。ちょっと待ってね。いや、もうね、これは見つけたよ。いや、あのね、バス停はダメ。動きがないから。OK、決まった。スピード決まった。5秒で行く、5秒で行くから、ちょっともう一回計算してみるね。あ、5秒で、いや、何もいないバス停はね、動きがないからただのバス停、写真と変わらなくなっちゃう。俺が今やってるの写真じゃないんだよ。ちょっともう一回計算するね。時間、5秒、5秒だから6秒の6秒6秒を再生時間が15秒、36分間か。今から36分だから、今から36分だから、36足したら36だから36だから36と90、100分まで撮ります、100分まで撮ります。最高な絵見つけたな俺。あとは雲、神様、あとは神様。ここでちょっと俺は100分まで耐えます、寒さを。ただこれはね、静岡のこの大浜海岸が、あの写真好きのメッカになる可能性あるよ。見つけたよ俺、見つけた。
ただめちゃくちゃ寒いけどね。やっぱね、あ、聞こえてる？これ。なんかね、俺写真と動画始めて、その基礎みたいなその撮り方やってきたけど思った。あのね、やっぱりね、ルールにとらわれないことっていうか、表現する上でその常識外のことを考えるってすごく重要で、なんかこう綺麗に撮ろうと思ってもプロの写真家に勝てないんだよ。うん。聞こえてるか。プロには勝てないのね。やっぱお金と機材のかけ方が半端じゃないから。だけどね、毎回そうなんだけど、失敗っていうかね、間違いから何回もトライして、だんだんね、こうカメラと会話できるようになってくんだよ。そのなんだろう、自分にしか撮れない間違い方っていうのかな。うん、見えた。うん、寒い。いや多分ね、静岡で写真やってる人は大浜公園でちょっとこれ撮ってみようかなってなると思う。なんか間違えることを怖がったらダメだね。やっぱり間違ってていいんだっていう、だからそういう作品いっぱい作りたいな。やぼったいけど、なんかこれ無視してるよねっていうか、これ写真的には間違ってるけど綺麗だよねっていう、その矛盾。寒い、震えてきた。間違いなのにこいつすげえの撮るなっていうか。でもね、学校の先生が明らか、そうそうそう、俺が求めてるものなんだよ本当に。でそれに気づいたのがこの前の新宿の歩いてるやつだったの。要はね、本当にね、なんだろう、プロが撮らない絵撮ろうっていうか、あそこに座り込めるの俺だけだっていう。新宿の通勤ラッシュで座り込んで撮ったの、ホームレスみたいに。だからホームレスやってた俺だから堂々とできる。カメラを股に隠して座り込んだの。そこで30分座り込んでサラリーマン見上げたの。だからああいうなんか足元のさ、ホームレスの目線なんだよあれ。寒いな。寒い。あの新宿の 目のさ、モニュメントが斜めに映ってるのあるでしょ。あれ股に仕込んでんの。要は俺が座り込んで股に仕込んでるから、ああいう斜めになっちゃってんの。であの時に三脚立てて、本当はまっすぐ撮りたかったの、綺麗に撮りたかったの。でも三脚立てたら通行人の邪魔になるぐらい通勤ラッシュなの。でも俺は撮りたくて、画面も見えてないのに、要はどういう仕上がりになるのか分かんなかったけど、三脚も立てないでカメラを股に仕込んで画面も見ないで、要は脳のイメージだけで撮ったの、足元を。あの新宿の目と足元を撮りたくて、だから斜めになってんの。でも俺はあれで良かったと思ってんの。あれはプロのカメラマンが許可取って三脚取って通勤なし撮るってやったら綺麗に撮れちゃうわけよ。でそれ無理だよねっつって諦めちゃう絵なんだよ。だああいう風にその撮りたいものを無理やり撮るんだっていうのがね、なんかあの中盤に出てくるから、俺のツイッターのね、ツイッターの動画の中盤に新宿の目と足元のラッシュが出てくるから、1分ぐらいの動画だからちょっと見てきてくれると嬉しいかな。なんか画角が斜めで異常な画角なの。あれ俺の股にカメラを仕込んでんの。いや、あぐらかいて座り込んで、あの股にカメラを仕込んでシャッター切りまくってんのよ。でもね、それがすごいのがスルーするでしょ、みんなまっすぐ歩くでしょ。あれはホームレスの目線ね。
夜は俺のもんだよ。誰もいない夜を独り占めしてるからね。夜が好きなのがね、誰もいないんだよね。誰も邪魔しないんだよね。誰も嫌なことしてこないし、夜はすごくいいよ。夜はね、時間を独り占めできるから。ありがとう、キットさん。ありがとう。ただ寒い。俺はひたすら寒い。寒いけど興奮してる。なんでこの画角早く気づかなかったんだろう。そうなんだよ、2分20秒がマックスで、もっとさらに残念なこと言うと動画がかなり劣化するんだよ。だからせっかく高画質でこんなに丁寧に一枚一枚シャッター切ってるわけじゃん。だって1秒に 24×5 だから1秒に2分かかるんだよ、俺の撮影方法今だと。それくらい丁寧にさ、写真を撮って1フレーム1フレーム大切に撮ってるのに、しかも手動でね、楽してアプリとかでやるんじゃなくて、1枚1枚俺がボタンを押して寒い中待ってるんだよ。普通だったらね、これカメラほったらかして、あのカメラのアプリでガーって撮ってさ、で30分放置して、あの缶コーヒーとか車の中で待ってりゃいいんだよ。そうそう、だけど画質が劣化するのはちょっと俺の中では嫌だから、作品は YouTube で見てほしいかな。できればでかい画面で、できればね。そうすると迫力が全然違うから、パソコンとかなるべく大きいやつで俺の動画作品は見てほしい。それ以外は別に画質悪くてもいいけど。そうそう、そうだね、今後そうするよ。キットタン、ありがとう、いいアドバイスだね。 YouTube にリンク貼って OK って、高画質バージョンってやればいいのか。そっかそっか、 YouTube に簡易版を上げて、で、あの続きとか高画質は YouTube でって言ってリンク貼ればいいのか。あ、いいアイデアだな。今度からそれやるね。うん。
ね、そしたらね、そのままちょっと気になって、あ、高画質で見たいなと思ったら飛べるもんね。寒いな、しかし。うん、寒い。100分まで撮るって言ったから何分だ、残り27分か。残り27分。そうだね、だから今俺が作ってるのはどちらかっていうと広角機動隊とか押井守の広角機動隊とかのさ、あの歌のシーンだよね、中盤の。必ずあの歌のシーン、広角機動隊入るじゃん、映画版。ああいうその物語と物語をつなぐ休憩のシーンだよね、象徴的なイメージシーンっていうのかな。俺はあれはあのやろうと思ってんだよね、自分の映画でも。映画って集中力切れるから、あの物語に節目節目作るために真ん中、ど真ん中にあのなんて言うんだろう、写真のスライドショーみたいなの入れようっていうのは前から思ってたんだよね。もうカメラ買ってから俺結局ね、シャッターもう1万回以上切ってる。多分ものすごいペースでシャッター切ってるよ。番号見てるともう1万超えてるもんな。絵になるぜ、しびれるよ。かっこよくて濡れるよ。じゃあせっかくだから久々に動画にするか。はい、わざつ。ちょっと待って、今三脚もう一個出すからセッティング変えます。よいしょ。ちょっと待って、家に広角レンズ、最近もうラジオしかやってないからもう置いてきちゃったんだよな、広角レンズ。寒いなあ、しかし。いや、さすがにパーカー着てきたよ。いいね、そういうツッコミいいね。これで半袖だったら爆笑するでしょ。違う違う、パーカーは着てる。
ンラブそのサムネがやっぱ可愛いよ。俺好きだよそれ。さあ、いいしかし、うん、これ動画になんねん。リボルバー型っていうのがあんの。リボルバー型、リボルバー型わかんねえな。寒いよマジで。リボルバー型ってなんだろう。そんなレンズあるんだ。ありがとうもっさりさん、ありがとう。あれは俺にしか撮れない写真だと思ってるね。だんだんあれ失敗だと思ったんだよ撮ってる時は。バーガーありがとう、ありがとう。とにかく寒いな。あと10分か、あと10分。何やってんだろう俺。超寒い、はあ、あれが個性だね。俺もそれは感じた。うん、あれは完全に個性出たと思ったね。あとオープニングで使ったバックライトの写真もなかなかいいなと思った。こんばんは、どうも。もうさすがにお風呂入りたいよ。あれ100分って言ったっけ。あと19分か、長えな。寒い。もう最近ね、外でこの状態だから手袋とあのヒートテックは桃引きと上着絶対買わないとダメ。明日も海で島で撮影だから、で朝までいるから明日は。てか今日ユニクロで買うか。今日ユニクロでその行く時にヒートテック桃引きと上着買うわ。
さすがにあったけえと思ってたけど寒い。夜中はやばい。でもね、最近ね、和道の写真好きだよって言ってくれる人が増えて嬉しいんだよね。最近言ってくれる人がね、たくさんいる。和道の写真好きだよって。そう、おやすみ。もすだりさんありがとうね。コントラスト変えたのも遊び心だね。あの、要は逆光になってるわけよ。逆光で人がシルエットになるから、あの、なんだろう、人の顔も映さないようにできるし、あとね、せっかく綺麗なパネルだから、まあ白じゃつまんねえなと思って遊び心で色つけてみたんだよね。うわ、もう無理もう無理、寒い寒い。あと何分、あと何分、100分まであと何分、もう寒いよ。静岡まで来て写真撮ってんだよ、アホだよね。ワドツでも誰もいないっていうのがいいね。誰もいないの大好きだから。寒くなってきた、マジで。眠い、寒い、死ぬ。寒い。もちろんもちろん。色つけたよ。それはさ、新宿のあのオフィス街の色勝手に変えらんないでしょ。俺の都合で勝手に変えらんないよ。どうも、こてつさん、ワドツ。あ、そっか、月が上がってるから、月が上の方に行ってるから色が変わったんだ。パフェありがとう、マルン。パフェありがとう、アイテムありがとう、サンキュー。寒いよ、もう。ああ寒い、帰りたい、お風呂に入りたい。頼むぜ、いい感じの絵撮れてくれよ。あと何分だ。お月さん、写真撮ってる。いつも通りだよ。大浜で写真撮ってるよ。アホだから、写真バカだから。寒い。今何分、100分まであと何分。誰かカウントダウンしてくんね。寒くてもう画面見れねえ。文字が遠くて見えねえな。100分まであと何分。ああ寒い。100分まであと何分か教えて。ふわっちの今何分、100からマイナスして教えて。あと13か、もうちょいな。あと13、了解。了解です。
13年、 OK。 ゆうあちゃん寝なくていいの？朝7時から仕事でしょ？少しでも睡眠取らないと。花火ありがとう。 OK。 好きな子ありがとう。花火ありがとう。常盤公園っていうのがあったんだ。初めて来た場所だから酔っ払って海まで歩いてきちゃったんだよ。海行こうぜっつって、で海取ってないっていうのが笑えるよね。うんこ漏らしそうになってたからさっき。うわ、ありがとうね小林さん。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる、僕のライフスタイルです。うん、おやすみゆあちゃん。ありがとうね。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。人、こと、時、場所、時間だよ。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。寒い。いつも通り写真撮ってる。映画撮ってる。孤独な戦いですよ。すげえ孤独な戦い。映画を撮る。ありがとう北口さん、花火ありがとう。ありがとう花火ありがとう。サンキュー。うん、うん、おい、おかえり解放。通話してた。午前2時、踏切に望遠鏡を担いでた。ベルトに結んだラジオ。雨は降らないらしい。2分後に君が来た。大げさな荷物背負ってきた。始めようか天体観測。大きい星を探して、深い闇に飲まれないように。寒いよ寒いよ。タイムラプス撮ってるよ。うん、ありがとうねお柔道さん。精一杯だった君の震える手を握れなかったあの日は、見えないものを見ようとして望遠鏡を担ぎ込んだ。うわ、めっちゃ寒い。えぐいなこれ。寒すぎるでしょいくらなんでも。はい、ご飯ありがとう。バーガーありがとう。始めようか天体観測。2分後に君が来なくとも、今というほうき星、今も一人追いかけてる。うん、ずさーさ、おいえー。あと9分、ありがとう。背が伸びるにつれて伝えたいことも増えてった。宛名のない手紙も崩れるほど重なった。僕は元気でいるよ。心配事も少ないよ。ただ一つ撮ってるよ。ただ海は撮ってないっていうね。今も思い出すよ。予報外れの雨に打たれて泣き出しそうな君の震える手を握れなかった痛みも、知らないものを知ろうとして望遠鏡を覗き込んだ。暗闇を照らすような帰り道を
なんだっけ、駆け抜けた、そして知った痛みを未だに僕を支えている、今という方気持ち君と二人追いかけてた、 Oh yeah、 ah 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 ah、 Oh yeah yeah、 ああと何分、あと7分頑張れ。誰もいないよ、海岸に誰もいないってすごくない？誰もいないんだよ、誰もいないんだよ、すごいよ、誰もいないよ、おいえ。遥か空にボーイング音もなく、ああ高段の屋根の上、どこへ行く。いや海に入らないよ。誰かの不機嫌も寝静まる夜さ、バイパスを積んだ空気と僕の街、泣かないでくれたり、ほら月明かりが長い夜に寝つけない二人の額を撫でて、まるで僕らはエイリアン、禁断の実頬張っては、月の裏を夢見て、君が好きだよエイリアン、なんだっけ、ないものねだりのキスで魔法をかけてみせるさ。あと5分うん、マジか、温める道具がねえな、寒い。うん、それがさ、コマネチさんさ、ダンカンさんが脚本見てくれるって、脚本の書き方を教えてくれるって奇跡じゃん、最高だよね。だからみんな夢を叶えてきてる人とか頑張ってる人はみんな応援してくれるよ。俺の邪魔をするやつは夢から逃げたやつだよ。夢を叶えてる人はみんな俺のこと応援してくれてるよ。すごくね、面白くない？あと何分、限界。でも北極とかでこれをやってる人もいるからな、オーロラとか撮ったり。うん、いやめちゃめちゃすごいよね。ねえ、ああよかったじゃん、今月中にアップされるんだ、ダンカン塾。よかったね、解放ね、頑張ったもんね。絶対結果は出るから、コツコツやってるやつはやっぱ最強だから。
積み重ねてるやつが一番強えんだよ。うん、みんな期待してるよ。うう、寒い。ヒートテック買おう、マジで。鳥肌とかいうレベルじゃないよ、もう寒寒だよ。動けねえからな。これで30分後にね、微妙な絵だったりすることもあるんだよ。そうだよ、見てくれてる人は見てくれてるよ。そう、何を撮るかじゃないから、誰が撮ってるのかだから。うわ、寒い、めちゃくちゃ寒い。あと2分、あと2分、ありがとう。あと2分、寒いよ。うんうん、絶対いる。ていうか神様がずっと見てるからね。俺はみんなんつうんだろう、リスナーの中に神様がいるっていうのを知ってるの。いつもね、助けてくれんだよ。誰が神様になるかわかんねえんだよ。もう4時間ぐらいじゃん。寒い。1時間歩いてここまで来てずっと撮ってるね。いやー、魔法瓶か。うん、なんか海鳴り？なんだ今の。お、病気た。100分で終わりね。100分で終わり。うわ、俺の4時間見せてやるよ今から。俺の魂の4時間泣くぜマジで。俺の作品今見てる人にちょっと簡易版見せてあげる。寒い、まだまだ。サビエ、えぐい寒いよ。まだかな。100分、お疲れお疲れお疲れ。帰ろう、撤収撤収撤収。はい、お疲れお疲れ。あっつー、寒い、動きたい。移動しよう、もうダメだ、海風が吹いてて寒い。移動移動移動。いやが、お疲れお疲れ。はい、お疲れ。カンタンさん、ダンカンさんね、海外で賞取ってるよ。2作作ってる昔で、海外で賞取ってるよ。ダンカンさん監督として結果残してるよ。見る？よいしょ。じゃあ今簡易版見せてあげるよ。あー、やっぱさっき携帯電話設置した時画角ずれてる。マジかよ。携帯電話をあのスマホスタンドにつけるときぶつけてる。マジか、無駄になった。さっき嫌な予感したんだよな、ぶつけて画角ずれてるわ。マジか、いや嫌な予感したんだよな。なんかポンってぶつけたんだよ。あー、失敗してる。無駄になった。これがだからカメラ、これ画角ずれてるわ、最悪。うわ、なんか嫌な予感したんだよな。まあ俺のミスだな。これが今日撮った動画。見せるよ、今見せてるやつね。こういうラプス、すごい幻想的でしょ。
海撮ってないけどすごい絵でしょ。綺麗だよ、ありがとう。おっと、あれ画角ずれてないか、大丈夫かもしれない。てんててんててんてれててんててんてんててんてんてんてれててんてんてんててんてれててんてててんててんてててんてれててんてれててん。いいね、帰りましょう。微調整は帰って編集でやろう。疲れた。こんな感じか。さあ見え、帰ります、うん、雲が流れてるしか分かんないって。雲の流れを撮ってんの雲が流れてるしか分かんないんじゃなくて、雲が流れてるのを4時間撮ったんだけど、マルーンそれ以上もそれ以下もないって。ああ雲が流れてるのを撮ったんだよさあ見え、そうだよ、みんなが雲が流れてるで終わるものをこれだけ映像って時間かかるんだよ。だから使えるのなんか3秒だよ。だから合計3シーンだから 9秒のシーンだよ。でも9秒に4時間撮影かけて、これが俺の仕事だから、俺流だから。果たして、はいはい、お疲れ。90分撮れるのかね、このペースで撮影やってて。わかんない、今から考える。今から1時間かけて歩いて駅にも撮って、もういいよ、何でもいいよ、寝る、寝て充電できたら。寒い。温泉泊まりてー、明日は温泉泊まりてーな。寒い、帰ろう。寒い、マジで寒い寒い寒い。いや何かしらあんだろう、温泉に泊まりたいよ。いや金がない、よいしょ。月末だもん、もうキンキンだよ。いや人生一切皆苦ですからね、全部修行だから、成功するまでの修行だから。よいしょよっしゃ、じゃあ移動すっか。しゃあ行くぞ、ありがとう。1円が俺の生涯年収が今1円上がったんだよ。あれ降りらんない、なんだこれ、間違えた。
寒いでしょ外に4時間いたら寒い、動けないかんね。寒い。よっしゃ。貧乏人はね、雑草魂を見せないといけないんですよ。雑草魂はね、ちょっとランニングしよう。静岡がいい思い出になったね。よっしゃ、明日やっぱ下田行くわ、遠いけど。下田で絶対撮りたかった絵撮ろう。世界中の誰も撮ってない、世界中で誰も撮ってない場所、俺が初めてタイムラプス撮ってやろう。そうだね、ちょっと使える部位が欲しかったから、使える絵が撮れたから成果ありだね。寒い、いい絵だよ。だから90分の映画を2年に1回撮るわけだから、2年って365日700でしょ。700だから700日、だからいいんだよ。毎日10秒を作ればいいんだよ。毎日10秒の作ったらいいんだよ。もちろんもちろん映画をリュックに詰め込んで回るよ。だからみんなに会うときは俺の映画館、俺の映画見に来て、みんなで上映会見に来てよ。絶対九州も行くから絶対見に来てよ。駒崎さん、和道スタッフ連れて映画地方上映会巡礼の旅やるから、毎日10秒作っていけば。毎日10秒じゃダメか。だって1日1分だったら700分あるわ、700分だから10分の1でいいわけでしょ。だからそうだよ、毎日10秒の映像を作って2年間かけて作ったらちょうど映画1本分だよ。だから このペースでいいんだよ。このペースで最高にかっこいい10秒を撮り続けるんだ。どっから来たっけ俺。こっちで合ってんのか。寒い、とにかく寒い。あ、缶コーヒー、甘い缶コーヒー飲もうかな。あ、なんかココアのみたいな。ココアないな。ココアないの。ココアない。あったー、ココア。ココア、ココア、ココア、ココアあったよ。ココア、熊本には行く。熊本、九州で熊本ってどれくらいの規模の町なの。九州の中のランク付け教えて。なんか関東だったら東京とか主要都市に回ろうとしてんだけど、俺九州の主要都市が分かんないんだよ。栄えてる都市、九州で一番栄えてんのって何、どこ。九州は熊本が主要都市なのかな。でもたけしさんが言ったってことはそういうことなのか。だから九州はどこで上映することになるんだろう。誰か教えて、九州の主要都市。
けしさんのキッズリターンみたいなの撮りたいな。じゃあ福岡で行こう、やろう。じゃあ福岡行くよ。え、マルーンさん2日来るの？独演会。北郷さんの、北郷さんの独演会来んの？マルーン。あ、マルーンはあれか、別にたけしさんのおかげやってないか。え、北郷さんのおかげやってんの誰だっけ？マルーンだっけ？マリルボーンか、違うか、マリルボーンか、北郷さんの。うん、じゃあ2発打っても、あ、ごめんごめん、マルーンじゃなかったわ、マリルボーンだ。北郷さんのライブ行くのかなと思って、ごめん間違えた。寒い、マリルボーンだ。あったけ、手があったけ、缶コーヒーが熱々だよ。寒い。あ、でも歩いてるとあったかいわ。だから止まってたから寒かったんだわ。と、うーわ、風強っ。止まってたからだ。なるほどね。歩いてたら普通の温度に戻った。うん。いや、あの、あのね、北郷さんのカメラマンになった俺。だから、あの、北郷さんの独演会、多分今後あのカメラマンで入る。そうだよね、東京遠すぎるよね。あのスタッフでやらせてもらうことになったから、だから北郷さんのねライブにね、なんかちょろちょろ動き回ってると思うよ。あ、なんでワドいいんだってなると思うよ。なんであいつ、あいつ裏方やってるぞって。そうそう、うん、浅草北郷さんのツイッターで多分ツイートされてると思うよ。12月2日かな、12月2日だと思う、独演会。いや、北郷さんの独演会勉強になるから絶対来た方がいいよ。きなきな、チケットそんな高くないでしょ。2000いくらでしょ。出世っていうか、そのなんか、あの、北郷さんもカメラ始めて、で俺もカメラやってるんすよって話になったら、あの、なんだっけ、北郷さんが、え、今カメラマン一人探してるんだけどどうって言ってもらえて、マジっすかっつって。だから、あの、北郷さんの独演会とかの写真を撮る係で北郷さんがね雇ってくれたの。すげえ嬉しいよね、出世かな。だから北郷さんのスタッフをさせてもらう。でもし、その写真とか動画で人手が足りないときはね、あの、もしいいのが撮れたら、あの、そうそう、一緒動き回ろうかなと思って。いや、嬉しいよね。うん、ねえ、嬉しいよね。だからね、あの、どんどん実力つけてさ、マルチタレントになりたいわけじゃん。マルチタレントに、配信演者もできるし裏方もできる。だからね、海宝と出会った頃言ってたけど、サブカルでリリー・フランキーとか三浦淳とかさ、ね、そういう松山智博さんとか、そういう50代50歳になりたいんだよねって言って。そうそう、何でもできて裏も表も知ってる男。そうそう、どうなるのか。だから40代どうやってかっこよく入るかだよな。かっこいい40歳50歳になるために頑張ってるよ俺は。30歳もクソみてえに
全然結果出てなくても。30代はもう捨てるよ俺、修行だよ修行。俺の30歳はもうボロボロで修行でいいやと思って。寒い。いやビートいや大丈夫だよ。あ、いやよね、今見てるよ。諦めたらダメだ。諦めたやつは何にも叶えらんない。諦めなかったやつで運のいいやつがなれるから、諦めてないことが 最低条件だから。諦めたやつはもうゼロ可能性。諦めてないやつも戦いがある。でもスタートラインに当たってると思うよ。ところで今俺どこにいるんだ。ちょっと待ってね、マップ見るわ。電波ある？今どこだ。っていうかあれだね、電波いいんだね。電波いない静岡、東京並みにいいんだけど。東京並みにいいよ。悪くない。ああ、テスです、聞こえる？あれ？音来てない。今のところ途切れんなし。はあってるわ。大丈夫大丈夫、歩いて1時間だね。大丈夫大丈夫、 OK。 とにかく歩きましょう。歩いてたら寒くないから大丈夫だね。まあ、電波なくなって切れちゃったら、まあ家に無事に、家つか満喫かなんか泊まって寝るから、まあ、今日はねいい映画撮れたんで。ああ缶コーヒーあったけ。明日夜中もっと戦いだよ。明日はね、あれするから、
下田っていうまた遠いところ行って、静岡のあのちょっと遠いところ行って、あの撮りたい絵を朝まで撮るかな、また朝まで撮ります。明日は、明日が戦いかな、っていうか明日はね多分電波ないと思うの、おそらく。あの南の南に行くから、明日が本当の戦いで、明日はもう一人で孤独だからね、朝まで海でずっと体育座りだろうね。明日が本当の戦いだよ。ココアのもぬるくなっちゃった。俺に熱吸収されたんだ。いや、キット団一瞬で変えられるよ、うん、いや、ヒートデック買う。明日静岡の駅前で桃引きとインナー買わないと無理だわ、長袖の。これマジでもっと寒くなったら死ぬよ、うん、そうだよ、キット団はね一瞬でサムネ変えられるっていう謎のシステムを持ってんだよね。すごいよ。しかもなんか影分身の術みたいのね、3つのアカウント同時にコメント打てたりするんだよね。ガチ勢だから、どうやってやってんのか知らないけど、なんかプログラムかなんか組んでんだろうね。すごいよ。キット弾できる、あの弾幕みたいな3アカウントでパッパッパってコメント変えるやつできんの、できんのかな。キット弾すごいよね。何なんだろうね、うん、アナログで設定してるわけじゃないと思うんだよね。どうやってやってんのか俺は分かんない。コード書けないから、プログラムのなんか魔法が使えるんでしょ。ネットの世界で魔法が使えるんだよ。インターネット魔法使いだから。ここを右？ちょっと待ってね。上あ、合ってるわ、こっち。なるほど、なるほど。運営かな。運営さんだろ。運営かな、うん、運営さん花火ください。運営さんから花火欲しいです。サムタン、寒い。よし、俺は悪人だよ。俺は悪いやつだよ。俺自分が正義の味方だと思ったことないもん。俺は悪人だよ。ただ善人ぶった悪人ではないから、偽善ではないからね。本当に悪いやつは悪いのにいいふりをしてるやつだよ。そいつが一番立ちが悪いんだ。そう。
俺は正義の味方とかヒーローになんかなりたくないね。ダークナイトだから、ダークナイト。そうそう、暗黒騎士。こっち側で合ってんのかな。なんか来た道わかんねえな。まあいっか、適当に歩こう。ずっとまっすぐか。ずっとまっすぐで合ってんのかな。まっすぐ。なんかよくわかんねえけど歩くか。入りたいな。もう俺どこでも生きていけるもん。うん。あ、分かりやすいよ。大丈夫だよ。合ってるよ。悪霊？悪霊って何？悪霊って何？海の悪霊？なんか旅配信思い出すな。そんなんやめてよ、怖いから。いや、すごいね。
なんか旅配信思い出すわ。ひたすら歩いてリスナーさんが車でププーって来て、和田くん送るよって、すげえ田舎の道をひたすら歩いたの思い出す。懐かしいな。1万人リアドツ旅思い出すよ。懐かしい。うわ、なんだろう、いい時代だね。一人で歩いたな。もっと荷物は重たかったけど。山が見えるわ。うわ、富士山見えんじゃん。うわ、富士山のシルエットがうっすら見える。え、富士山見えるの？静岡から。え、あれ富士山だよね。うわー、すげえ。ちょっと高いところ来ると富士山見えるんだ。これ富士山だよね。合ってるよね、これ。見えるんだね。シルエットでうっすら遠くにでっかい山見える。これ多分富士山だよな。いいな、富士山毎日見放題じゃん。昔は東京から見えたらしいよ。ねえ。いやだけどさ、この大きさで見れるってすごいね。うわ、すげえな。見えるんだ。のどかな、のどかないいところだな。こういうところに住みたいな。こういうところでのほほんと暮らしてさ。静岡の静岡だからもう静岡のど真ん中ですよ。へえ、すげえ。あ、そうなんだ。富士山の高さは変わってないのに富士山が見えなくなっちゃったんだ。人間がバカだから。人間は愚かだからね、神様を超えようってコンクリートで高いさ壁を作って、バカだから神様が作った富士山見えなくなっちゃったんだよ。神様に逆らおうとしたから。愚かだね。うん、横浜見えるんだ。昔だ、すごいな富士山って。なるほどね。合ってんのかな。風が強えな。あー、なんか静かな街だな。東京から見えるか。のんちゃんも自宅から見えたって言ってたけど、それタワーマンションに住んでるからでしょ。うん、寒い。それはそうなのか。あー、でも山もあって川もあって海もあってね、えいい街だな。女の子は綺麗で、ビルの上の方でしょ。そう、俺ら庶民はビルの上には登っちゃいけない。働いてないから働いてない人はビルの上の方には行けないの。ビル、お城を見上げないといけないの庶民は。でっかいなっつって悲しいでしょ。いやー、なんかそう、なんつうんだろう、俺は好きな美人だね。俺が好きな美人って言うとブスじゃねえかって言われるけど、なんかこうね、なんかこういいの、凛としてて、あの薄化粧、素朴な感じのナチュラルなの、すごく。
好きな感じだね。名古屋の方は化粧が濃い。静岡いいよ。俺は好きだね。なんか街によって女の子が変わるの、うん、そうそうそう、ナチュラルで、うん、一軒家住みみたいなもの。俺は、あ、でも俺子供の頃一軒家だったけどね。子供の頃、あ、だからアパート暮らしとかあんま、もう一人暮らし始めてからだよね。寒い。千葉とか埼玉、うん、静岡の素朴な感じいいな。なんかうわ、山が見えるわ。やっぱ歩くって大事だな。車とか電車とかじゃバーって景色は過ぎてくだけだけど、このゆっくりゆっくりね、歩くとね、歩くの好きなんだよ。こう人間のね、体感の距離感がすごい。ていうか電波あんの、マジで。すごくない？結構田舎だと思うんだけど電波あるんだね。なんでこんな電波強いの？何、静岡なんか Wi-Fi 強くね？結構海沿いとか歩いてたのに。まだある？すげえな。延長します。静岡ね、配信者いないからあんまり電波強いイメージ、電波がないから行かないっていう。え鳥が鳴いてるよ。どうした？鳥がめっちゃでかい声で鳴いてる。田舎だから響くな。あるよ。いや、だからうっすらシルエットで山が見えんのよ。そのなんて言えばいいんだろう、うっすら山がなんて言うんだろう、要は山の裏に町があるんだよ。山の裏に町があるから、その逆光みたいな、なんて言えばいいんだろう、あるよ。だからうっすら白みがかってこう黒い山が見えるの、うっすら。なんかいいよ。あれってあのでかさ富士山だよなみたいな。なかなか壮大だよ。ギャーギャー言ってたね、夜の鳥。よいしょ。寒い。
い、ゲリーいらっしゃい、ワダツー。はい、ワダツー。よいしょ。てか、麻雀も多いな。なんか、パチンコ屋さんが少なくて、麻雀屋さんとカラオケがめっちゃ多い。なんか、静岡カラオケ多すぎない？なんでこんなカラオケがあるんだろう。カラオケ好きなのかな。なんかね、街の中に異常にカラオケと麻雀があるんだよね。多すぎるよ、ちょっと。小旅行いいよね。てかね、もうずーっと旅をしながら行きたいの。本当の理想は、もう旅をずーっと続けながら生きていくっていう。どこにいるっていうのがわからない男になりたいの。どっかのホテルとかどっかの旅館とかを転々として、そのもうだから写真を撮り続けたり映画を撮り続けたりとか。いや食べてない。ね、なんだっけ、 何食べたっけ俺。焼き鳥と富士宮焼きそばとおでん食った。なんか甘いね。甘い、甘めだね。そうそう、浅草東洋館、それ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 。まだチケットあんじゃないかな。あ、いやよ、了解。今の発言すごいわかる。なんかね、甘めなんだよね。なんか何の甘さなのかまだわかんないんだけど。なんかね、そうそう、ライフスタイルとして自分は地球に住んでますよっていうスタイルがいい。その爽やかが何なのか分かんねえな。なんかね、その、なんか俺の独特の感覚なんだけど、俺は行ったことがない人とか会ったことない人はいない人だし、いない街だと思ってんの。世の中に存在したいの。だから俺にとってアフリカがないんだけど、今のところ。そのなんていうのかな、自分の感覚っていうのかな、自分の庭、地球に住んでるんだっていうのって。そう、なんかさ、アメリカの映像とか見てもアメリカがあんのかないのか体感がないじゃん。でも俺アメリカ行った時にアメリカ映像で見るものとは違う何かがあったの。街の雰囲気、人の感覚で、日本人って狂ってるなって、日本人はここがいいな、でもここはおかしいなって。だからどんどんね、どん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 拡張していきたい。いや、実はね、地球って水の惑星じゃないんだよ。地球の中の構成物質でいうと鉄分がほとんどなの。知らなかったでしょ。地球ってね、鉄の惑星なんだよ。水ってうっすら表面にあるだけなの。コアな部分、内部の部分とか質量で考えたらほぼ鉄でできてんだよ。だから水の惑星っていうのはね、違うんだよ。そう、鉄を作り続けてんの。で、人間は鉄を掘り起こし続けてんだよ。鉄の惑星なんだよ。で、宇宙ってチタン8割じゃないでしょ。だからね、実はね、鉄の惑星だし、俺らは実は鉄を掘り続け、宇宙の目的って鉄を作ることが目的なんだって。要は水素原子から始まるわけじゃん、ビッグバンって。で、最終的には鉄になってくんだって、宇宙の構成物質って。だから鉄を作るために、鉄を作る終わりに向かってずっと宇宙は進んでってるっていう、そういう説があるんだよね。分かんないよ。人間がだから何か掘り起こしてんのも意味があるかもしれない。地球に命令されてるのかもしれない。地球の都合でこう動かされてる。俺らが自由に生きてるようで、もっとでっかい何かが、でっかいことを動かしてる。
だから例えば CO2 を実は起こしてオゾンを守ってるかもしれないんだ。地球を寒冷化させないために人間は石油を掘り出してるかもしれない。チタンが8割そんなにないでしょ、わかんないけど。だから重さで比重なのか何なのかわかんないけど、あ、宇宙の果てについてはね、面白い学者さんがいいこと言ってた。宇宙の果てっていうのは人間の知性の果てなんだって。要は知性の果て、だから宇宙の果てなんか存在しないって。人間の知性とか、あの、なんつうの、学問が上がれば上がるほど宇宙が広がっていってるから、要は人間が観測可能な範囲しか、あの、観測できないわけじゃん。だから人間の能力の限界値なんだって、宇宙が分かるっていうのは。これね、すっごいいい言葉だなと思った。宇宙に限界があるんじゃなくて、人間の知性感覚が宇宙を狭めてたって。人間の知性が、宇宙の外側、宇宙の壁は、いや俺ループしてるんだと思うよ、やっぱりずっとぐるぐる回ってるだけないと思う、俺もで、ぐる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 回ってるだけだと思う。俺らが想像もしない形でぐるるって膨大な時間かけて回ってんの、繰り返してんの。それ生まれ変わるって意味じゃないかんね。もっともっと大きいサイクルでぐるぐる回ってんの俺らは。だから俺が言いたいのは、人間の命にそこまでの価値はないっていう、価値がないからこそ大事にしようっていう、あの、自虐的に言うんじゃなくて、その偉そうにすんなっていう、人間は大したことできないよって、もっとでっかいルールに従おうよっていう。ずっと歩いてんな。結構遠いな。結構遠い。歩くな。でもね、俺思うんだよ。地方に行くと分かるんだけど、日本は国土が狭いとか言ってるの、あれ嘘だかんね。本当に日本ってでっかいのよ。これね、もうマジでね、今日だけで10キロ歩いてるでしょ、もう。地球が、日本が狭いとか騙されたらダメだよ。地図がなんとか法っていう、その歪んでるから小さく、極東にあるから小さく見えるだけで、日本って本当はでかいし、ちゃんと東京から出て地方回ったら分かるけど、土地余りまくってるから。感じる。だからね、ちゃんとね、現場を見て騙されないっていうのが大事だよ。ね、国土広い方だよ。だってどれくらいあるんだっけな、ヨーロッパの。めちゃくちゃでかいよ。ね、国土自体もでかい。ただ山岳部が多いから山が多いのは事実なの。だけど余ってる土地いっぱいあるから、だからね、東京に住もうっていうのはね、憧れるのはわかるけどね、
実はね、こういう田舎のところのねスローライフとかが一番いいんだよ。根を下ろすんだったらこういうところだよ本当に。街を見たらね、街を見たら笑顔かどうか、みんな笑ってるかどうか、そこに住んでる人が、子供が笑ってるか、奥さんが笑ってるか、女の子が笑ってるか、それで街がわかるよ。人が笑ってるの、いい街は。駅前で笑ってるから、大きな声で笑ってる、笑顔なの。笑ってない街に住まないこと、それは俺の経験。どこの街に根を下ろすかね、自分の人生だから選べるからね。別に日本回って嫌だったら海外行きゃいいし、俺海外やっぱ行きてえな。カメラ持ってぐるっと回って、クラウドに映像バンバン上げて生活したい。てか俺どんだけ歩くんだずっと歩いてるぞ。あ、大丈夫大丈夫、今確認してる、マップ見て多分間違ってない、センチネントル島って何があんの。行きたくない。あ、そう、あのね、もうルールを作ってんのは人間なんだよ。マルーンとか世界行ってるから分かると思うけど、あのね、結局よ、そういう国は行きたくないかな、確かに。あのね、そう、世界見るとやっぱりね、その人間が作ったルールっていうのは支配者のルール、欲望のルールなんだよ。だから誰かの都合がいいルールなの。だからそのルールじゃなくて、神様、宇宙とか地球が作ったり、生物が本能として根ざしてきたルールで生きた方が、俺らも動物だから楽なんだよ。だからね、騙されたらダメだよ。動物に鬱とかメンヘラなんかいないかんね。絶対そうだよ、鬱とかメンヘラとかいない。でしょ。だからね、動物らしく自分が動物だって認めるんだよ。神様じゃないって認めるんだよ。偉くないんだって認めんの。俺ヒッピーなんじゃないかな。いい経験だね。どんな街だった？いいね。世界中行きたいな俺も。だから俺らのちっぽけな価値観で、ちっぽけなルールで、あの俺らが正しいと思ってることなんか全然正しくなかったりするから、俺はそれを知りたい本当に。で、悩む必要なんかないんだよ。全然悩む必要ない。ただ生まれてただ死ぬだけだから、楽しんだもん勝ちだよ。ただ生まれてただ死んでくんだから、星に帰るだけだよ。星から生まれて星に帰るだけだから、だから俺は星のルールに従おうって、宇宙のルールに従おうよって、ただそれだけだよ。普通にしてればいいんだよ、普通に。
息苦しいよね。日本はね、文化が裏目に出てるっつうか、良かったところが全部裏目に出ちゃってる感じがする。うん、そうそうそう、ありがとうキットさん、おやすみ。あいよ、ありがとう。これはこっちでいいのかな。これどこだ。あ、これ間違いだ、こっちだ。遠いな、やっぱ結構歩いたな、行く。そうだよ、あの金なんて、金ってね、神様が作ったもんじゃないからね。お金って人間が作ったルールだから。でしょ、動物なんかお金なんかただの紙だからね。お金は大事だよ、お金は大事だけれども、何が大事？俺はだからお金は大事だと思うけど、そこまで大事なルールのじゃないよ。あったら便利ぐらいだから。そのお金を作ったやつのルールに従ったらダメよ。お金より大事なこといっぱいあるよ。100万円じゃ美味しいもの食べれないよ。ね、楽しかったね。うん、いやどうなんだろう、わかんないけど、本人が楽しかったらそれでいいんだけど、そのなんていうのかな、なんだろう、夢を追いかけたりとか、やりたいことやったりとか、何か作って喜びを感じたり、うん、そうだよね、そうだよね、うん、いや要はね、猿とか犬、オッケー、いいこと言った。ボーンズさん、すっげえいいコメントありがとう。俺が言ってんのは野生の犬、野生の猫なんだよ。これね、面白い学者さんが言ってたの。家畜も鬱になるんだよ。ね、ボーンズさん、謎解けたでしょ、俺が言ってる意味。その通りなんだよ。人間に関わると病気になるの。野生の鳥とかでいないって言われてんの。これ面白いでしょ。犬とか猿の、あの、犬とか、猿とか猫とかあるよって言うでしょ。人間に関わってるからなんだよ。人間に関わったらダメになるんだよ。ねえ、家畜も鬱になるんだ。病気なの、病気。ここで合ってんのかな。電波ある、みんな、うん、日本いい国だと俺も思うよ。ただ日本はいい国なんだけど、病気だと思ってる、病んでると思ってる。で、病気じゃないと思い込んでる。クリア？すごいね。電波ありますな。まだクリアなんだ、すげえな、すごいね。全然電波あるんだ、ヤバタン。え？クリア。すげえな。結構歩いてても途切れてないもんね。うん。うん。だからね、その俺はなんだろう、働け。それは働くよ。でもね、綺麗事を言うなって。あの飯を食うために働くって違うじゃん。ね、これは難しいんだよな。なんて言えばいいんだろう。魂売るなよってことだよ。どんぐり拾う感覚で働けよって感じかな。どんぐり拾うって感じ。ちょっと一回落ちるね、俺。ちょっと一回落ちます。